こんにちは、ちあきチャンネルのちあきです。今日はですね、夕方の4時ぐらいに朝ごはん兼昼ごはん兼夜ごはんを食べたんですけど、うちいつもね朝方に寝ることが多いんですけど、今日はちょっと早めに寝ようと思ってお風呂に入って布団に入ったんですよ。入ったんですけど、お腹が減って寝らんねーと、はい、それでね気づいたらコンビニにいました。うん、で本当はね今日は動画撮る予定なかったから、腹ごしらえできそうなものを軽く買って食べて寝ようって思ってたんですけど、どうせだったら動画撮りたいなということで、今日はローソンに行っていろいろ買ってきたので、夜食爆食していきたいと思います。はい、ということで今日はね、食べる前に最近飲んでるサプリを飲んでから食べていきたいと思います。これはね、食べたものの消化を助けてくれて、体に必要な栄養素を高めてくれるみたいです。リスナーさんからいただいた可愛いコップで、唐揚げくんのとろーり濃厚チーズから。ちなみに今日ね、唐揚げくん1個増量中で6個入ってたんですけど、我慢できなくて2個食べちゃいました。すいません、いただきます。うん、これマジで美味しいの。この写真みたいにね、中にとろっとろのチーズが入ってるの、結構ね今まで食べた唐揚げくんの中で上位レベルで美味しいですね。ベスト3には入るかな。でもやっぱりうちはね、レギュラー商品の中にあるレモン味が一番好きですね。うん、あとすだち味とか明太子も美味しかった。しかも唐揚げくんはね、高タンパク低糖質ですからね、ダイエット食品といっても過言ではないと思います。うん、次こちら半生炙りたらこおにぎり。本当に半生だわ、中のたらこが。生たらこも焼きたらこも好きなうちからしたら一石二鳥ですね。一度で二度おいしい。うん、飲み物は大好きなデカビタ。ドデカミンもあってね、どっちにしようか悩んじゃいましたね。デカビタにしました。次、盛岡風冷麺。美味しそうじゃない？いただきます。うん、うん、うん、ローソンの冷麺マジで美味しいんだよな。冷麺はね、ローソンとファミマが置いてくれるよね。セブンでは見たことない気がする。うん、全部かかった。厚切りチャーシューも入ってて、卵、うん、ローソンもファミマもさ、毎年冷麺出すけど、ちょっとずつこう変化を加えてくるじゃないですか。もちろんどっちも美味しいけど、今年はねうちローソンの方が好きだわ。うん、でもね、盛岡風冷麺って言ってるけど、このお野菜たちにね、ごま油っぽい風味を感じるから、結構韓国に近い感じの味がする。冷麺はね、夏場はねマジで毎日食べても飽きない。セブンからも出してほしいですね。セブンが冷麺出したらどんな感じになるんだろう、気になる。少ないかなみたいな、あと半玉ぐらい増やしてくれてもいいかなみたいな。うん、次こちらのエビマヨネーズ。うん、うん、て
かうちさ、爪長いと編集しにくいから短く切っちゃうからネイルあまりしないって言ってたじゃないですか。で、ちょっと前にさ、イベントを機にネイルをしてこれを機に続けようと思いますって言ったじゃないですか。で、やっぱりネイルしてると気分も上がるしさ、うちみたいなクリームパンみたいな手の人は爪をちょっと長くすることで手も綺麗に見えるし、うち爪がね、結構脆いっていうかすぐ割れたりしちゃうんですよ。それも防げるからめちゃめちゃいいんだけど、これでもそんな長い方ではないんだけどさ、しばらく長くしてなかったから慣れなくて、もうキーボード打ちだから結構限界来てますね。カチカチなったり変なとこ押しちゃうのがストレスでさ、編集さえなければね、もともとは長い爪の方が好きだから専門学生の時ずっとスカルプで長くしてたんですよ。やっぱ何度も言うけどさ、うちみたいなクリームパンみたいなの手をしてるとさ、爪長い方が綺麗に見えるの、手が。だから長くしたい気持ちはあるんだけどさ、次こちらトゥンカロンのレモンクリーム&ミルククリーム。こんな感じめっちゃ美味しそうじゃない？いただきます。美味しすぎる。甘いけどさっぱりっていう感じ。これちょっとリピ確ですね。ローソンさん、ぜひこちらのピスタチオ味出してください。待ってます。次、生ガトーショコラ抹茶。こんな感じでいただきます。ほろっほろ。ほんで抹茶濃厚、めっちゃ濃厚だ。なんか苦味の効いた本格的な抹茶の味。次、ツインシュー湘南ゴールドクリーム&ホイップ。何これ、ゴールドって何ですか。そもそもゴールド中のはゴールデンパインとかですか。なんかね、果物っぽい味がする。さっぱりする。なんかレアチーズっぽいような、甘いけどさっぱりする甘さみたいな感じですね。ヨーグルトっていう表現が一番近いかもしれない。本当にね、中のクリームがぎっちり入ってるんだけど重たくないですね。パクパク食べれる。次、大人のポテリッチ和牛と黒胡椒味。結構たっぷり入ってますね。いただきます。あ、黒胡椒です。いや、しっかり味わえばね、和牛も感じないこともない気はするんですけど、ちょっと和牛に期待しすぎたかもしれない。結構シンプルにブラックペッパー味っていう感じで。味は美味しいです。まあ、ポテチは大体美味しいからね。美味しくないポテチなんていうものは、この世には存在しません。はい、ということで。今日最初に飲んだサプリの紹介をちょっとさせてほしいなと思うんですけど、うち DM とかでもね、おすすめのサプリあったら教えてほしいですとかよく来るんですけど、動画でも何度か紹介したことがあって、うち自身ね、今までいろんなサプリを飲んできたんですけど、今日飲んだのがこちらですね。このスルスルスルっとってやつで、もう一種類あって、こっちがトリプルブロック、正式にはトリプルブロークってやつですね。で、このサプリはね、特殊製法で作られた生きている酵素なんですよ。食べたものの消化を助けて、体に必要な栄養素の吸収を高めてくれます。あと、腸内の悪玉菌の増殖を抑えて善玉菌を増やすのを助けてくれて、腸内環境をね、改善してくれます。で、ちなみに今日食べる前に飲んでたのがこっちのスルスルスルっとなんですけど、トリプルのスッキリ成分で毎日のスッキリを応援してくれます。新薬酵素が世界に誇る独自製法で、麹菌バイオ発酵
活性法で作られた活性酵素です。で、うちもともと便秘体質ってことをね、動画でも何度か話したことあるんですけど、改善するためにね、いろいろ試したことはあるんですよ。まあでも最初は効果があっても、続けていくうちに多分体が慣れてきちゃうのか、便秘に戻っちゃったりして、これを紹介してもらったんだけど、今のところ、本当に毎日スッキリなんですよ。なので、毎朝スッキリしたいって人はこっちがおすすめかなと思います。次、こちらのトリプルブロークは、トリプル成分プラスワンで我慢しない食生活を応援してくれます。独自製法によって開発されたダブルの麹菌培養エキスの力で、体の内側から我慢しない食生活を応援してくれます。で、こっちはね、食べるのが大好きな人とか、食生活が不規則になりがちな人におすすめかなと思います。で、これがね、深夜酵素なんだけど、深夜酵素ね、すごい有名だから皆さんも知ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、うち自身ね、深夜酵素のサプリ、今までいろいろ飲んだことがあるんですけど、刺激成分を含まずに、体に優しい原料を選定してるんですよ。自然由来成分 96% 以上で、不必要なものは徹底的に除いて、必要な栄養素だけを選び抜いてます。で、うちもね、サプリを選ぶときに裏の原料をよく見るんですけど、自然由来成分、グルテンフリー、保存料不使用、着色料不使用、香料不使用なんですよ。で、すごいね、体に優しい原料を使ってるので、初めての人も安心して飲めるんじゃないかなと思います。で、一部取り扱いのない店舗もあると思うんですけど、全国の松本清、ここからファイン、ツルハ、アインズトルペなどなどドラッグストアで購入できます。はい、ということで残りのお菓子を食べていこうかなと思います。こんがりラスク喫茶店のメロンソーダ風味、こんな感じ。いただきます。え、おいしい。なんかさ、ちょっと前にディズニーランドにメロンソーダ味のチュロスあったじゃないですか。その味に似てる。めっちゃ美味しい。あ、これも数量限定だ。買いだめしないと。これやばいわ。美味しすぎる。最後、ファーファーメロンクリームソーダ味。あー、かわいい。すごくかわいい。グミみたいな、マシュマロみたいな感じ。いただきます。なるほどね。味はね、本当にメロンクリームソーダ。メロンソーダではない。メロンクリームソーダ。でも食感がね、なんて言えばいいんだろうな。ゼリーとグミとマシュマロと寒天の間って感じ。うん、美味しい。ごちそうさまでした。はい、ということで夜食爆食動画だったんですけども、今回紹介した商品について詳しくは概要欄に書いてあるので、ぜひチェックしてみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。